アフリカルネサンスの像は、セネガルの首都ダカールにある巨大モニュメントである。2006年に、当時のセネガル大統領、アブドゥライエワットの発案により計画され、北朝鮮企業により建設された。コンセプトをめぐって、賛否両論があるほか、芸術性や経済性の観点から批判もある。アフリカルネサンスへの記念碑とも呼ばれる。会場から見たレルマメル。向かって、 左側の丘の上にアフリカルネサンスの像がある。アフリカルネサンスの像は、アフリカ大陸の最西端にあたるセネガルのベルデ岬の端部、ポアントデザルマディから海岸戦争に南東に1トルほど行った場所にある火山性の早急の一つの上に建てられている。この早急はレズマメルと呼ばれており、その意味するところはフランス語で、二つの乳房もしくは二つの 延長上の丘である。なお、もう一方の丘の上には灯台がある。また、アフリカルネサンスの像の設置場所は、行政上の地理区分で言えば、カあるし、若向になる。アフリカルネサンスの像の基部からの高さは50メートル。ニューヨーク市の自由の女神像や、リオデジャネイロの救世主、キリスト像よりも高い。丘の高さが、海抜100メートルであるので、 像の頂部の海からの高さは150メートルになる。アフリカルネサンスの像の造形は、理想化されたアフリカ国人の一家が赤子の指さす西の空を見上げるものである。基部から内部に足を踏み入れることができ、中心の男性像の頭部に設けられた展望室に上がることができる。展望室からは、海抜150メートルの高さから周囲を一望できる。 セネガル大統領選に5度の出馬の末、2000年に同国大統領に選出されたアブグライエワットは2006年に西アフリカの国に観光客を引き付けるような公共記念碑の設置が望ましいと述べた。この構想に基づいて記念建造物、住居、建設担当大臣が建築主体としてアフリカルネサンスの像王の建設が計画された。設計と指向は 朝鮮民主主義人民共和国の国営企業、万寿大海外開発会社に発注され、万寿大は北朝鮮から労働者を派遣して、施行にあたり、2010年春に像を完成させた。なお、外観のデザインは2009年時点では、セネガル人建築家、ピエール・グジャビ・アテパが行ったものとされていた。しかし、万樹大海外開発会社が公表しているところによると、 実際の外観デザインの創作者は、アテパではなく、ルーマニア生まれで、パリ在住のビル・ギルマ・ゲルさんという、社会主義リアリズム彫刻を量産している作家である。アフリカルネサンスの像は、セネガル共和国のフランスからの独立50周年、記念日となる2010年4月3日に、築造記念セレモニーが催された。セレモニーには、セネガル民主党のシンボルカラーである緑と黄色で、 彩られた揃いの服を着た大統領支持者が集まり、隣接するマリーやガンビアを含むアフリカ19カ国の首脳が臨席した。セレモニーには北朝鮮の高官も出席した。アフリカルネサンスの像は論争を呼ぶ存在である。建設計画が公表された時には、建設に反対する意見があった。理由は様々であるが、経済的側面だけを取り上げれば、 建設費の詳細が不透明である。2009年時点で公表された建設費は1200万 CFA フランである。米ドル換算で2700万ドル、ユーロ換算で1800万ユーロとされる。しかし、大統領は増建設に予算の割り当てをしなかった。セネガル政府は政府所有地を北朝鮮に上渡し、 北朝鮮が土地を他社に転売することで建設費の支払いがなされたと言われている。政治腐敗と経済不振の中でこのような巨大な像を建てたことに対する反発があり、大統領反対派はアフリカルネサンスの像を恥の像と呼んだ。さらに、像により得られた観光収入の収益のうち35%をワットへ支払う契約になっていたことが建設後に判明した。 国の土地を外国へ売り払って、大統領の将来の収入を確保する手段を建設したことに対する怒りを表明する人々もいた。ただし、ワットの目論見みに反して、2012年時点の報道によると、像の観光に訪れる人々は少なく、換算としているという、建設直後には宗教面での反発があった。セネガル国民の最大多数派であるムスリムは、 銅像の人物が半裸であることに戸惑った。また、少数派のキリスト教徒の中には、大統領が銅像が、リオデジャネイロの救世主、キリスト像よりも高いと発言したことに反発した。ありがとうございます。